皆さんこんにちは、こんばんは。ゴッティバドミントンチャンネルです。はい、本日は選抜団体の感想を言っていきたいと思います。はい、結果は男子優勝が双葉未来、女子優勝が柳井翔子ですね。ちょっと一言いいですか。一言、いいね、いいね、ミラーいいね。ありがとうございます。いやー、優勝嬉しい、気持ちいい。やべー、双葉未来優勝気持ちいいわ、本当に。いやー、やっぱり何度も言うけど、ファンやってよかったな。やっぱ優勝した瞬間は本当に嬉しいわ。はい、まず今回の選抜団体、マジ絶対言いたいことあったんですけど、それまず最初に言っていいですか。なんでライブ放送やんなかったの。なんでライブやんなかったの。マジ意味わかんねえ、マジ意味わかんねえ。今回ライブスコアでしか楽しめなかったわ。その生でも見させて、配信でライブ見させてって思ったんですよね。絶対思った人いるくないですか。てかライブやってました。いや、俺がわかん知らなかっただけ。いや、絶対ライブやってなかったと思うんですけど、マジライブ放送しろって思いましたね。はい、毎年やってんだから、なんで今年やんないのと思っちゃいましたね。まあでも今回はライブ放送でしか楽しめなかったんで、まあゴッティはそのライブ放送をどうやって楽しんだかもちょっと言っていきたいかなと思います。いやー、さすがにライブ放送なかったのはちょっと言いたかったっすね。皆さんも思ったんじゃないですか。さすがに見たかったっしょ、絶対。現地でしか見れないってなんだよとか思っちゃいましたよね。はい、まあそれっすね。マジで言いたいことは本当にそれっすね。最初に言いたいことは、なんでライブやんなかったんだよって感じですね。はい、双葉未来についてだったらもう1時間ぐらい喋れるんですけど、まあ、尺もありますし、なんか双葉未来びいきしてて、ちょっとその視聴者さんがこう焼いちゃうと思うんで、まんべんなくちょっと行ってきますね。今回ライブじゃなくてライブスコアしか見れなかったんで、そのライブスコアで見てて面白かったところが、実践学園と柳井翔子、ウルスラと宿徳巣鴨、この2つですね、1日目は。いや、この2つ、どっちも3、2で、しかも、デュースとか、マジ、激アツな展開、こう、逆転したと思ったら、また逆転して、みたいな、マジ、激アツで、すげえ面白いシーソーゲームな試合ばっかで、どういう試合展開とか、その、ライブ配信じゃないで見れないんですけど、そのライブスコアだけだったら、そこの2つ、超面白かったですね。超面白かった。もう激競りの激競りでめちゃくちゃ面白かった。特にその宿徳巣鴨とウルスラ、宿徳巣鴨って多分なんですけど、ゴッティの記憶ではその団体8の壁まだ破れてないんですよ。なんで今回めちゃくちゃ惜しかったんですよ、ウルスラに。なんなら 2-1 で王手が来たんで、その初の8あるんじゃねとか思いながら、こうワクワクしながら見てたら、あ、やっぱり8の壁破れなかったかみたいな感じで、結構面白かったですね。うわー、壁破れるぞで、あ、破れなかったみたいな、なんすか、あのパチンコのユニコーンの結構月気圧だったのに外れたみたいな、演出の感じでしたね。ブクブクドゥーン、ブクブクドゥーン、ブクブクドゥーン、人がどれだけあがこうと結末は変わらない、それでも、それでも、それでも、ユニコーン、ヒュンって、あの感じですね。王手かけて、しかも、三振ですかね。三振、1ゲーム目頑張って取って、2ゲーム目7-1ぐらいで勝つって、あ、これ決めたわって思ったら、あれ、巻かれてるみたいな。やっぱ高校生だったらあるあるなんですかね。やっぱ、そういうところも、まあなんか、面白かったですね。こうスコアだけしか見れなかったんですけど、こうライブ配信見たら、こう競ってない 3-2 とかじゃなくて、激アツじゃない試合でも結構面白かったのかもしれないですけど、まあ、スコアで見てる限りではそういう試合がやっぱり面白かったですね。はい、それでは双葉未来の話をしましょうか。まずは優勝おめでとうございます。いやー、嬉しい。やっぱり松川中志津強いですね。あそこ強すぎる、本当に。どういう強さなんだろうな。そのやっぱりめちゃくちゃ強いですよ。皆さんご存じの通りめちゃくちゃ強いんですけど、でもその
みんなこう向かってくる中で、あれぐらい結構毎回点数抑えられるっていうのがまずすげえっていうのと、こう相当プレッシャーとかあるんですよ。だってもう抜き出てるじゃないですか、抜きに出てるじゃないですか。なのにもうそのプレッシャーをはねのけてでも点数差で勝つっていうのがすごいですね。普通じゃないですよ。めちゃくちゃプレッシャーとかかかってるはずですからね、普通に。そんな実力があるんだったら点数差つけられるって当然でしょって思う人いるかもしれないですけど、5って選手だったことあるんで分かるんですけど、やっぱりこう実力差あってもああいう大舞台だったら相当プレッシャーかかるし、相手ももう何でも、とりあえず何が何でも食らいついてやろうっていう気持ちしかないんで、結構決まんなかったりするんですよね。だからそれでこう調子狂っちゃったり、こう相手の勢いに押されて流れ狂って、いくらその実力差があったとしてもちょっと流れとかでこう点数結構取られちゃったり、逆られたり、ファイナル行ったりするとかあるんで、それでも全試合ストレートで勝つのは相当な実力ですね。いや、1ダブに勝たないと、こう、双葉未来、きついんじゃないですかね。だって、1進、2進、3進も強いですからね、双葉未来は。てか、あと、そうですね。いや、もう、競歩の時から行こうか。ゴッティープチ情報いいですか？ゴッティープチ情報だと、今回、その1位が双葉未来で、2位が青森山田だったんですけど、ゴッティープチ情報だと、会場にいる人から、会場にいる多くの方から、ゴッティの知り合いからリークされたんですけど、まあ、一番強いのは、まあ、双葉未来だと。2位は、その実力で言ったら、栄だと。で、その3位はって聞かれたら、競歩って言ってましたね。はい。これ、一人だけじゃないからね。こう何人もいるからね。今回、現地で見ていった人に、そう、ゴッティに、直にこうリークしてくれたんで、これは結構信憑性あるんじゃないかなと思いました。16でも、その実力だけ見たら、その、競歩多分3位なんじゃねっていう、実力だけ見たら。双葉未来、栄、競歩、山田っていう感じの順だったらしいですね。その現地で見た人が言うには。まあ、今回結果は、双葉未来、山田、栄、どこだ？忘れちゃったんですけど、もう一つは。まあそこだと思うんですけど、その、なんすか、現地が見た人で言ったらそういう感じらしいですね。まあこれゴッティープチ情報ですね。はい。で、またこれもゴッティープチ情報なんですけど、競歩の1ダブの根本義嗣ペア、多分1年生なんですけど、次のその優勝争いは有江澤田か根本義嗣って言われてるぐらい、根本義嗣は結構強いっていう噂っすね。ああ、これ、知り合いの大学生の方も、あそこのペアは強えぞって言ってましたね。はい。かなり信憑性あるんで、その次の JOC、まあ、もしくはその、なんですか、次の夏はそこの2ペア結構来るんじゃないかなとゴッティ的には思ってますね。なんなら JOC はそこの2ペアで決勝来るんじゃないかぐらい、俺もう今3月ですけど予想してます。予想してますね。はい。もう情報量半端じゃないんで、ゴッティは。はい。結構脱線しちゃいましたね。あとちょっと言わせてほしい。左の方にさ、強い高校ちょっと固まりすぎじゃない？ちょっともうちょい散らばせらんないんすか？あと、なんすか、競歩16ってことは、夏どこに入ってくるかわかんないんで、マジでシードの方たまったもんじゃないですよ。マジで。あれが、その8決めで当たるってなったら、さすがにたまったもんじゃねえだろって思いましたね。ちょっともうちょい、その双葉未来と当たるんじゃなくて、もうちょい、他、その右側に移らせた方が良かっただろうって思いますね。やっぱ左に偏ってたなって思いますね。はい。あとは、準決勝か、準決勝で栄と双葉未来当たったんですけど、一年対決だったんかな。川野くん負けたんで、こうちょっと、あれですね、夏というか、JOC というか、その優勝争いに、食い込んでくるんじゃないですかね、その栄の子は。いや、面白くなってきましたね。こう役者が増えた感じで。
こう川野くん一強じゃなくなって、そうですね、面白くなってきましたね。でも決勝、その準決勝負けて、こう普通だったら、普通の人だったらこうへこんで決勝そんないいプレー出せないと思うんですけど、準決勝負けたのに決勝であんな感じで勝つっていうのは相当すげえなって思いましたね。やっぱメンタル強いんじゃないですかね。ゴッティはあんま知らないですけど、その準決勝負けて決勝あのプレーができるってことはやっぱメンタル強いんじゃないかなと思いますね。あと語ってないところあるですね。双葉未来2ダブ、エミー藤吉すごいですね。三浦稲川ってあれっすね、 JOC 準優勝だったところっすよね。そこに勝つってすごいっすね。でこれもゴッティプチ情報なんですけど、現地にいた人が言うにはエミ・フジヨシは相当乗りまくってたらしいですね。いやー、あるんですねやっぱ。もうてか双葉未来ちょっとダブル強すぎません？仕上げすぎじゃないですか。相当すごいっすね。はい、現地で見てないんでそんなにうまく語れてないんですけど、やっぱライブスコアだとちょっと限界あるですね。はい、あとゴッティプチ情報なんですけど、現地がの人が言うには、シャトルはめちゃくちゃ飛ぶわけでもなく飛ばないわけでもなくちょうどいい感じぐらいだったらしいですね。はい、まあ双葉未来褒めるのはこの辺ぐらいにしときましょうかね。だって多分俺の予想ですけど、双葉未来こんだけ戦力持ってたら、その団体優勝もそうなんですけど、多分3冠狙ってるんで、あの男子は多分通過点だと思って、そんなこう一喜一憂してらんないと思うんですよね。あもう次みたいな感じになってると思うんで、褒めすぎるとちょっと満足しちゃう可能性もあるんで、はい、この辺にしときますね。3冠狙ってるんで、3冠取ったらめっちゃ褒めたいと思います。まあこの辺にしときたいと思います。はい、次はどこにしようかな、女子ですかね。女子やっぱ女子は柳井翔子でしたね。やっぱゴッティが言った通り、本当にバドマガのあのプロフィールなんでだいぶ先手取ってたんで、やっぱさすがっすわ。決勝まで 3-0 っすかね。さすがっすわ。さすが強いっすわ。やっぱさすがっすね。やっぱ先手取ってたけありますね。いや、あとそのツイッターで最後の動画見た限りだと、マジでワンラリーだけで相当レベル高いなって思いましたね。まあ、そもそも女子がこう真ん中につなぐっていうのをできるっていうのがすげえなって思いました。しかも最後外側スピンだしね、すげえと思いましたね。真ん中に出すって女子なかなかやらないと思うんですけど、相当上のレベルに来てるんだなって思いました。最後こうガッツポーズした子誰でしたっけ、砂川さんでしたっけ。あの選手めっちゃ配球うまいと思いますね。真ん中に出してこうクロスにこう外側に来た球をその外側スピンかけて、ちゃんとスピンかけて甘いロブを上げさせてスマッシュプッシュで決めるっていう、マジでワンラリーだけでもマジ解説したいですね。ゴッティ、いやゴッティやっぱ NBA 見てるだけあるんで、こうワンポイントワンポイントこう解説いけるんですけど、チャンネル登録者数が1000人いってないんで、そう1000人いったら解説できるんですけど、皆さんチャンネル登録せずに結構見てません？それだとゴッティのその動画のクオリティマジ上がんないんで、そのいいコンテンツだったり面白いコンテンツ出すためにもマジチャンネル登録してほしいなと思ってますね。はい、いや柳井翔子7連覇すごいですね。いやー、なんすかその指導の仕方なんすか、そのやっぱ選手たちがすごいんすかね、強いかどうなんすか、その選手たちの意識なんすかね。やばいです7連覇って、春夏合わせ7連覇ってなかなかできないですかね。相当すごいと思います。はい、ゴッティプチ情報なんですけど、柳井翔子の監督と双葉未来の監督は大学の同期です。はい、まあやっぱり双葉未来が本当にかっこよかったっすね。現地で見てないんですけど、多分かっこよかったんだろうなって思ってます。はい、まあでも3冠取ってくれることを祈るのみですね。はい、いや取ってくれるっしょ。まあ今日からなんですけど、まあ、頑張ってほしいと思います。あとですね、ゴッティプチ情報結構出してるんですけど、やっぱりチャンネル登録者数が増えないとこの先言わないかもしれないんで、
ゴッティープチ情報を聞きたかったら、ちゃんとチャンネル登録してほしいなと思います。はい、今回の春見た感じだと、俺は夏も双葉未来が優勝して、女子は柳井翔子が優勝するんじゃないかなと勝手に思ってますね。はい、いや、それぐらいチーム力に差があったと思いますね。いや、相当どこの学校もこうチーム力というか、こう個々のスキルもそうですけど、こう上げていかないとなと思ってます。はい、今回はそれだけです。今回も見に来てくれて本当にありがとうございました。それでは See you next time.